久保建英の衝撃行動。試合後にユニフォーム交換で物議を醸す。久保建英選手は20日の国際親善試合でペルーと対戦し、試合後に DF カジェンスとユニフォームを交換しました。しかし、その際に久保選手はユニフォームを肩にかけたまま半裸でベンチに戻る姿が SNS 上で拡散され、批判を浴びる事態となりました。久保は性格が悪い。久保は器が小さい。びちょびちょで臭いユニフォーム交換なんてやめたらええんや。なんで男同士でシル交換せなあかんねん。